超巨大なポトフ。どういう状況？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？ほいほい。お、生まれた生まれた。ふんふん。男の子と女の子、何人目だろうかこの二人。どっちも嬉しい。女の子でした。おお。顔はイメージ通りでしたか？ふんふんふん。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、私のアキレと夫のブラウンから取ってブラネにしようと思います。ブラネちゃん、あれ前にもおらんかったかな、気のせいか。いいね。ブラネもてかあれやね、あれでも結構この二人って子供を生まれとるよね。まだ二人の名前から取る感じなんや。おー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 、なんだ次は。ちょっと来てもらえますか？ほいほい。子供の成長か、のりちゃん。うんうん。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか？一人暮らしさせましょう。はい、そうですよね。それがいいと思っていました。開けとったはず部屋は。はい、 OK。今日からお世話になります。のりは綾乃島の住人になりました。どうもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。これももらってください。はい、割愛します。おお、なんだ次は。ちょっとすみません、子守だな。どうしてもブラネが泣き止んでくれないのですが、うんうん、助けてくれませんか？最近ちょっと調子戻りつつあるけんね。はい、子守引き受けましょう。はいはい。ブラネ、アユナのそっくりさんなの？そっくりさんだよ。正直言ってね、そっくりさんとか来られても困るけど。おおおお、機嫌よくなってきたんじゃないか。いい子だね。いい子だね。さあほら、早く今のうちに、今のうちに受け取るんだブラネちゃんを。ほらめっちゃいいやん。え、そろそろ不機嫌になるよ。そろそろミルクの時間ですね。いいね。の機嫌も随分良くなりました。うんうん、アユナのそっくりさんありがとうございました。今回だいぶいい感じに実用品ブランコをもらいました。ありがとう。オッケーね。はい、それじゃあマンション見てこう。それじゃあ、ふんふん、じゃあとりあえず傭兵さん入ります。アユナのそっくりさん、どこかに旅行してたんですか？旅行なんてもう何年も行ってねえよ。たっくんに恋人がいたら。お、紹介、いいやんいいやん。ふんふんふん。たっくんって誰も相手おらんかったっけ？いいんじゃないでしょうか。それでは二人も合わせてみます。あ、さっちゃんもまだおらんかったんやっけ、別れてから。あれ、たっくん前なんか誰かおらんかったかな、気のせいか。あー、ダメっぽい。ダメっぽいよ。うわー、全然めっちゃつまらなさそうなんですけど。こんなに盛り上がらない遊園地嫌すぎるんやけど。うわ、もう終始あれやな、きっと第一印象が最悪やったんやな。お互いにつらーい。今日はありがとう。地獄すぎる。こちらこそありがとう。まったくだね。なぜ紹介しようと思ったってぐらいまったくだね。合わなかったみたいです。ですね。
失敗したら反省しますが後悔はしません。うん、いいことだ。反省はね、大事大事。はい、それじゃあおかゆどうぞ。いただきます。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。なんかおかゆもさ、子供の頃とかね、風邪ひいた時食べたりしよったけど、なんか大人になってから食べたことない気がするな。別に風邪ひいても普通のもの食べよる気がする。はい、ようこちゃん入ります。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。ミーシルエットクイズ。シルエットで表示されたミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。第1問。第1問。このシルエットは誰でしょう。ミントさん。答えは MINT でした。うんうん。シルエットクイズ第2問。第2問。このシルエットは誰でしょう。ゆうやさん。答えはゆうやでした。めっちゃ普通の服やった。最終問題。最終問題。ででん。このシルエットは誰でしょう。誰ですかね。マナリスさんですかね。マナリでした。あ、合ってた。全然帽子のイメージないんですけど。かぶってた。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。だからホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。新しい服が欲しいです。お、うんうん、すごいシンプルな服着とるなとは思いよったよ。肩パッドドレス。めちゃくちゃめちゃくちゃ派手になった。派手になればいいってわけじゃない気がするけど、しかも紫。はい、どうぞ。どうすか。あ、でも気に入ったっぽいぞ。すごく気に入った。そうか、よかったよ。よかったよ、気に入ってくれたのなら。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。人生で一番感動したこともすぐには思い出せないものですね。人生で一番感動したことってなんやろ。みじんも、うん、思い出す気配すらないな。はい、こんにゃくどうぞ。どういう系統のことかもわからないな。ですか。まあまあ美味しかった。うんうん、よかったよかった。お、レベルアップ。じゃあサッカーボール。この格好でしづらい気がするけど、どうぞ。絶対足開かんよね。道具、サッカーボールをプレゼントしました。はい、それじゃあさっちゃん入ります。あ、さっきのデートのことかな。お久しぶりです。お久しぶりです。どうして4000 MAX27 は私とタッツンを付き合わせようとしたんでしょうか。まあ、傭兵さん的には合うと思ったんだろうね、きっと。お似合いだから。そんなこと言われたら気になるじゃないですか。屋上でテニスの練習。これで、ね、実際に気になってくれればいいんやけど、その後も大して何の変化もないのが多いけんな。はい、それじゃあカス汁どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。あまり美味しくなかった。マジか。おー、なんか急激に寝だしたんですけど、夢でも見ますか。土だらけになるよ、顔が。大変超巨大なポトフが街にずんずん広がって、超巨大なポトフ。変身よ。どういう状況。紫色じゃないしな。おー、変身した。
髪の色も変わったよ。スイカエンジェル、なんかいろいろといろいろとおかしいけど、どういうわけか服、戦隊モノヒロインの服を拾いました。紫色ってことね。どうもです。どうもです。いやー、起きてもそんな大して何も私は言うことはないですけど。ごめんね、無駄に起こしただけになったけど。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。じゃん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 。今日は27,100円集まりました。はい、そしてメニュース見てこう。お気になりました。メニュースをお伝えします。お願いします。本日モカタンさんが、モカタン誕生日おめでたい。誰かしら誕生日やな。日こんだけ人が多ければ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでたいね。ハッピーバースデーディアモカさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、ありがとう、おめでたい、ふーふー、マジのみに聞きました。まあ誰にでも一年に一回は来る日だけど、今日は素晴らしい日です。ちょうど今日それがモカタンの日なんやけ。はい、のじのみニュース、のりこがお伝えしました。ありがとう。カメラマンか、なるほどね。はい、それじゃあ、一軒家の方も別に特に何かありそうな感じはないね。あ、待って、ハートマーク来た。ともちゃん。ともちゃんってことは？ともちゃん相手おったよね。てか結婚してるよね。よしよしよし、子供だ。ともかとコルピックの間に子供がいたら、と想像したりします。ふんふん。いいと思います。ですよね。ですです。お礼にこれもあげます。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。楽しいことも楽しいことも割とすぐに忘れてしまうタイプです。楽しいことは覚えててほしい。まあ、ただやっぱり楽しいこともね、だいぶ忘れるね。そんなことありましたっけってなるよね。はい、お好み焼きどうぞ。いただきます。いや悲しい。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。それじゃあ、解禁ストールレギンス。どうぞ。服、解禁ストールレギンスをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。お宝のお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次回また一人新たに子供が生まれて終わる、生まれる。今回特に新しいカップルみんな誕生するかと思ったんやけどな。せっかくのね紹介もったいない。